久保さんおはようございますやっぱりなんか昨日ですねめちゃめちゃ疲れて、まあ、12時ぐらい久しぶりに12時ぐらい、まあ、帰り遅か,遅かったんですけどなんか目覚めちゃいましたね何なんでしょうねまあほはね8時ぐらいまでは寝る予定だったんですけどなんかパッて目覚めて まあ、蚊がいたっていうのもあるんですけど、<laughs> プーンピッってあ,あもうカもう蚊がねもうダメなんですよ。あの蚊だけカとゴキブリはね申し訳ない <laughs> きつい <laughs> あのプーンってねなん <laughs> なんすかねあの超怪くなってくる。 もうほんとあれはね、僕は、あの、一番睡眠を邪魔する、やつですね。<laughs> ま、今回はね、先行者利益。まあ、YouTube に関しては、僕ね、あの、10年後もね、勝てると思うんですよ。なんでかっていうと、それは、多分ね、これ久保さんわかると思うんですけど、あの、結局やめていくんですよ。あの、この前ね、久保さん、歌えるさんっていう人知ってるかな歌える。 これね、あの、柴田さんが一応コンサルしてプロデュースしたのがきっかけなんですけど、あの、歌えるさんが、あー、なんだ、前、なんだっけな、歌えるさんが撮ってたんですけど、そう、いよいよ辞め始めた大物 YouTuber たちっていうね <laughs>、これなんかあの、一週間前に、 アップしてて100万回ぐらい回してんですけど。なんか GACKT さんもや、ま、やめたらしいっすね。でま、なんか、あの、なんだあの、病気だったのかわかんないですけど。まあとりあえず、あの、やめんすよ、みんな。<laughs> まあ、みんなやめていくんで。うん。しかもね、みんなやっぱ編集してるから、しんどいんすよね。うん、まあもちろんその、 編集するスタッフも必要だし、あとは、そのほ、撮影する本人ですよね。うん。だからまあ、これはね、あの、まあ、ブログを毎日書くのも、まあ、結構、あれなんですけど、やっぱね、YouTube はね、参入障壁が高いというか、参入障壁も高いし、あと、継続の、その、障壁も高いと、僕は思うんですね。YouTube に関しては。 まあ僕と久保さんはちょっと異様で、あのー、まあ、この脳編集スタイルっていうところだから続けられるのもね、あるんですけど、だからヒカキンさんほんとすごいなと思うんですけどうん、ヒカキンさんはマジ僕はすごいリスペクトしてますね。だヒカキンさん1000万人行きましたけど、あの人はね、すごいですよ。ほんとに全部未だに一人やってるんで、うん ヒカキンさんのあのスタイムスケジュールなんか Google カレンダーねなんか公開してたやつがあったんですけど全部埋まってますからねなんか全部編集みたいなでヒカキンの24時間みたいなね <laughs> そういう動画もあってずっと編集してるんですけど <laughs> 打ち合わせで編集しかしてないみたいな <laughs> すごいっすよあの人はうんなんだろうなあのー、まあ、とりあえず、まあ、YouTuber ねいついたってもねあのー、勝てます続けられれば うん、みんなやめていくんで、うん。続かないっすよ。ほんと続かない、うん。まあその、やっぱね、ネタもなくなってくんですよね。そのやっぱ再生、なんだろうな、あとその数集めしてると、企画じゃないですか。企画力結構あるんですけど、その企画ももう、なかなか出てこなくなるみたいなね。で、似たりよったりになって、結局再生数どんどん落ちていくっていうね。 そうでも、久保さんと僕って、久保さんに僕、この動画も絶対続けられる理由って、別にその、久保さんに送ってるだけなんで、続けられるんですよ。<laughs> ノー編集だしね。<laughs> 別に <laughs>。ただ送られてくるから送り返すっていうね。もうただそれだけで。空気、空気があるから吸うみたいなね。そんな感じなんで、まあ続けられるし。だからなんだ最終的に僕は、あの、 まあ何に勝つかどうかは、か勝つというか、なんだろうな。まあ、生存するというか、なん何なんでしょうね。もう絶対、まま、負けないじ勝て勝、勝つというあれでやってないんですけど、負ける自信はないですね。今のトップ、U、あの、すげえ100万人チャンネル登録ある人も30年後続けてるかっていうと分かんないですね。でも僕と久保さんのやり取りは30年後も多分でやってるでしょうね。 どうすか、久保さん <laughs>。多分このスタイルがね、多分ね、僕は、究極だと思います。まじで。うん。たった一人に送り続けるっていう。101回目のプロポーズじゃなくて、なんだろうな。あの、101万回のプロポーズみたいなね。久保さん。101万回のプロポーズみたいな。あの、僕は死にませんみたいなね。 101回目の。チャギアスカの歌は懐かしいな。<laughs> 久保さんも知ってますよね、多分ね。101回目のプロポーズ。そう。101万回のプロポーズっていうふ、ね、な。これいいんじゃないですか。ま、ほんはね、あの、久保さんが、あ久保さんが30万の時ビットコイン買ったんだ。いやすごいっすね。<laughs> 僕はもう仮想通貨一切手を出さないって決めてるので、あの、 だから、あの、損もい一個もしてないし、得もしてないんですけど、うん、だから、損をしていないからこそ生き,生きていき、まあ、今度新商品出すんですけど、その新商品でもね、言ってるんですけど、まあ、得はなかったですけど、その先行者利益みたいなね、得はなかったけども、損もなかったと。先行者損もなかったっていうね、<laughs> 1円も。うん、だけど、まあ あの地道にコツコツ僕は積み上げるタイプですから、うん、まあビビリなんですよ、うん、まああとはやっぱね余剰資金もなかったんで借金ありましたからねずっと僕の中で借金がある状態で,そこで手を出すっていうのはね僕の中ではないので、うん、う本当にリスクなくしっかりとコツコツ積み上げるっていうのが僕に僕の何だろうな合ってんのかなっていう うん、で逆にそのやっぱ久保さんもねまあビジネス今未だにやってるけれどもやっぱ僕ほどね毎に毎月商品売ったりとか毎月こうやってないのでやっぱそのスキルっていうのはなんだプロモーションスキルっていうのは多分落ちていくと思うんですよだってやってないんだから僕は続けてるんで逆にその仮想通貨の価値は上げ僕が保有してないし上げることはできないんだけども僕のその売る技術っていうのはどんどん上げることができるんですよずっとやるんで うん、で、この売る技術っていうのは、多分10年後も20年後も30年後も、別に僕が売らなかったとしても、世の中で全部商品が売られてるわけですから、<laughs> 売るという行為に関しては、なんだろうな、あのー、まあ、永遠不滅ですね。うん。そう。まあ、あ、そうそう。GTR だですよそう。話そうと思ったら GTR なんですけど、 GTR も先行車利益でしたね。<laughs> GTR34 はね、ほんとね、車の中では、かなりの、あの、上げ、あれほど上げ幅ある車は、あんまないんじゃないかなっていう。だって、箱スカ GTR よりも上がってますから。まあ、箱須賀 GTR も今、ね、程度がいいやつだったら、800万、1000万とか、1000万超えるやつありますけど、やっぱね、カーセンサーにね、3000万クラスでね、なかなか出ないですよ。 今、3、4GTR カーセンサーでね、3000万出てますからね、3000万。<laughs> そう、この前もヤフオクで3000万あの落札されましたけど、そう、だからね、ほんと上がってんすよ。本当に、前3000万はね、つけてなかったんですけど、そう。いや、これすごいですよ、この上げ幅は。まあ、まあ、人情、車の中ではまジ、あ、ちょっと尋常じゃないや。 あの爆上げですねうんそうまあ本当需要と供給のもうバランスが圧倒的に崩れてるっていう感じですねそう,そう今あのスカイライン GTR26V スペックこれね黒なんですけどまあでもこれね走行距離が まあ少ないんでねあれなんですよね走行距離が走行距離何歩だろうこれ,これ鳥取県で出てるやつなんですか走行距離があれ走行交換車になってますね郷 <laughs> さん走行距離交換車で三千なんですよ でもこれ僕、僕と多分ね同じかな、この v スペック2の黒。そう。ああ、これ結構僕と一緒ですね、多分。モデル的に。後期だから。このね、後期の、平成、これ平成12か。うん、あ、でもこれニスも、うん。 うん、ああでもこれすごいなこれす,すごいっすわこれはすごい結構その前オーナーさんがめちゃめちゃ全部整備記録とか全部残してますねなるほどねめちゃめちゃもう細かく残してますねこの人3000万円今そう いやこれすごい上がってんなマジでそう今3まあその総支払い額で見ると3000万1800万1500万あのなんだ1300万1300万1000万1300万1500万1600万1800万1600万 1,600万、1,500万、1,700万、2,000万、2,400万、3,000万。<laughs> 1,300万、1,400万、2,000万、3,000万。結 <laughs> 構出てきましたね、これ。結構これ。あの、価格が3,000万。何個ぐらいあんだ ?3、4個あったの ?1,300、1,200、1,800、1,900、2,000万。すげえ爆上げっすね。 こ前見た時よりも本当上がってる。マジで。そう今度そのね、あの、25年ルールっていうのはアメリカにありまして、で、それがあと2、3年で切れるんですよ。で、その、本当はアメリカでその右、右ハンドル輸入できないみたいな規制があるんですよね。まあ多分それは、なんだろうな。あの、まあその、日本車はあんま入れたくないっていうのはあるんでしょうね。うん。 その自国の国の車買ってほしいわけじゃないですかでそのなんか25年経つとそのなんだなんかブログに書いたんですけどあのなんだクラシックカーとして認められて右右ハンドルでも輸入できるらしいんですよで今まあコロナなんですけど、まあ、ぶっちゃけガーハですよねめちゃめちゃ儲かってるわけですよガーハは アメリカの企業はそうアマゾンなんかね、売り上げ2.5倍か3倍ぐらいいってると思うんですけど、ああまあ、お金持ってる人たちが、まあ、圧倒的にアメリカの方が多,分多いと思うんで、こうアメリカに輸入できる、まあ、普通にね、登録できて輸入できるようになったら、もっと上がるんで、もう間違いなく、これは。だってそっちの方が、まあ、その、来る、もう台数が少ないし、だけど、欲しい人いっぱいいるわけじゃないですか、アメリカに多分。 もうワイルドスピードのあの聖地ですからアメリカはこれはね久保さんすごい人多分ね僕の予想だとこの値上がりだとその25年ルールがこう改正された時に5000万まで行くんじゃないかなと思うんですよねあとあとまあ5年とか10年後とかだったら5000万いく可能性ありますねまああとワイルドスピードがどこまで続くかっていうのもあるんですけどそう 多分ね、5000万くらいまで行くんじゃないかなと。だ僕、車買ったの600万くらいなんですけど、あれ。600万で買って5000万まで行ったらいくらですかね。10、まあ、約10倍くらい上がってますよね。<laughs> これ10倍値、ね、上がりする車ないですよね。だって、今ね、あの、前からこれずっと出てるんですけど、走行距離20、20万、23万キロでも2000万つけてるやつあるし。もうなんか走行距離関係ないですよね。このデザインというか、このなんだろうな。 うん。そう。いや、すごいですよ、これは。久保さん、GTR5000 万になりそうなるかもしれないですね。でも僕の予想は5000万つくと思いますね。この値上がり具合だと。まあ、もうちょっと時間かかるけど、5000万はね。うん。本当、需要と供給のバランスなんで。うん。そう。あとはもう、うん、なんだ。 やっぱ僕も占いってずっと思ってたんで、やっぱ手放す人いないんですよ。やっぱもう愛車精神というかもう、あれですから。だら結構ね、僕手放すってかなりレアだと思いますけどね。だから逆に、あの、もうちょっと寝かしてもいいかなって思ってますけどね。ちょっと、ちょっとあの、ちょっとあの、あれが、あの、なんだ、欲が出てきましたけど。そう。まあとりあえず YouTube で10月ぐらいから、 まあ、プロモーション動画撮って、まあ、自分オークションみたいなね。わ、よく、みたいな。吉谷オークションみたいな。で、あの、スタートが1800万くらいからやって、これね、40歳まで1年かけてオークション動画撮ろうと思うんですよ。1年かけて。<laughs> 売りますっていうのを1年かけて、その、車を売ってみるっていうね、久保さん。 YouTube で自分、自分で車を売ってみる。車屋じゃないけど、車を売ってみると面白くないですか <laughs> ?YouTube で <laughs>。車を売るっていう。いや、でもこれちょっと面白いことになるんじゃないかなと思うんですよね。うんう結構ね、セールストークンめちゃめちゃ言えるんで。 もうその仮想通貨ばりに。でもね、これね、本当車屋さん分かってるんで、あ、GTR34 を知っている車屋さんはもう知ってます、この現象は。もう、多分下がることはないっていうのはね、これ結構ほ,ほとんど確定要素、確定要素っていうか、うーん、なんだろうな、あの、下がる、ないですね。だってそもそもその、台数がないんで、<laughs> 下がる要因がないんですよ。で、下がる要因があるとするならば、この R34 が、 熱狂的に欲しいっていう人がいなくなった場合ですね。いや、でも、いるんですよ。うん、いる。いる。<laughs> やっぱあの、ワイルドスピードのね、1作目、2作目、二作目、1作目 ?2 作目あたりで、やっぱ3、4出てたんですけど、かっこいいんですよ。そう。ま、あの、主人公の方亡くなっちゃいましたけど、あのね、あれ超かっこいいんですよね。うん。そう。 だからそのワイルドスピードももう始まってもう十何年以上経ったと思うんです。20年経ったかワイルドスピードって一番最初何本だっけなワイルドスピード。あれもすごいですよね。相当続いてますよね。ワイルドスピード。だってこのワイルドスピードジェットブレイクか。これもなんだ。あの、今、今現行でその今映画やってるのか。すごいですよね。これ。 ああ2001年からだから本当と20年ですよ。ワイルドスピード2001年からですよ。すごくないですか、うん、このポールウォーカーさんがね、死んじゃったんですよね。まあだからそれもあって、結構その、ポールウォーカーが乗ってた GT-R なんですよ。ポールウォーカーイコール GT-R なんですけど、それもなんか伝説になったというか、うん だからそれを価値、ポール・オーカーさんが R34 の価値を上げてくれたのかなとは思,思ってるんですけどね、僕は。そう。いや、ワイルド・スピードも20年ですよ。<laughs> すごいな。これ20年続く映画ってあります久保さん、ないっすよね <laughs>、うん。だって僕、大学生の時、こうワイルド・スピードのなんか見てたような気がするもん。本当に。すごいな。 まあそんな感じで、まあいろいろ申し、まだ、あ、ちょっと、すげえなんかいろいろ語っちゃいましたね。まあちょっとね、まあ GTR はね、いろいろ語、もう語れる。まあ久保さんもキットのこと、いろいろ、まあなんか、3日でも1週間でもずっとキットのこと喋れるでしょう。<laughs> ね、<laughs> 自由配信ですね。こう、自由、何にも縛られず、自分が言いたいことを言うっていう。<laughs> まあだから負けないですね。うん。自分が喋りたいことを喋るだけなんで。 あの負けることはないですね。い <laughs> ってらっしゃい。